の埼玉県内、埼玉県の南部で震度5強を観測しました。市町村ごとの震度が入りましたが、改めてお伝えします。先ほどの地震10時41分ごろ、関東地方で最大震度5強の揺れでした。震度5強を観測したのは埼玉県の宮代町、そして東京の足立区でした。震度5強が埼玉県宮代町、東京の足立区で震度5強の揺れを観測しました。震源地は千葉県北西部、震源の深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、最大震度5強の揺れを観測しました。埼玉県の宮代町、そして東京足立区で震度5強です。映像は地震発生時のさいたま市内の様子です。市街地が見えています。道路の脇、高い建物が建っています。ここから見える限り、明かりはついています。信号機もついています。マンションの明かりも一面ついているのがわかります。10時41分の地震、震源地は千葉県北西部、震源の深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。